22日はまつりちゃんの誕生日、やったー。あと30分後にね、生まれる。はい、そう、生まれる。16年前のまつりが、おにゃ。でも正確に言うと0時00分に生まれたわけではないんですけど、まあ16年前の祭りのまんまが今頃陣痛に苦しんでいる時間でしょう。今次何歳になるの？ 16. 点何歳になるんだ？自分の年齢もわかんない。デビューした年が2018年の6月で、その時15歳で16歳になったんですよ、2018年に。で、2019年に 16.1 で、2020年に 16.2 2000… わかんない、2021年に 16.3 16.6 になる、次。じゃあ 16.6 です。あ、じゃあ6周年で6。あ、わかりやすい、わかりやすい。はーい。じゃあ 16.6 歳になるということでね、素晴らしいお誕生日にしたいなと思います。まあ人間界の皆さんの年齢で言うと22ということで。はい、まあ実質22歳なんですが、まあでもますいちゃんの次元で言うと16歳のままなのでね、まだね。そうですね、ホロライブ公式の説明が、チア部の新入生っていうとこが書き換えられない限り、祭りは16歳をループします。 16.9 歳が来て、そしたら 16.91 歳とかになるのかな、それとも16歳バージョン2とかになるのかな。ちょっとわかんないけど、まあ、そこはおいおいね、考えていきましょう。はい、まあ、ちょ、6年目の高校1年生ということでね、このまま高校1年生として永遠に時を止めていきたいと思いますので、誕生日は来るから、それでもよろしくお願いします。